境内入り口鳥居加下浅間神社は山梨県南鶴郡富士川口湖町加口にある神社。式内社論社で旧社格は県社。全国にある浅間神社の一つ。陶器上の宗教法人名称は浅間神社。富士山の北陸で三坂山地を背負い川口湖越しに富士山と対峙して鎮座する。富士山から信仰の対象と芸術の源泉の 構成資産の一部として、世界文化遺産に登録されている。登録名称は、河口浅間神社。祭神は次の一柱。なお借記によれば、天津彦,彦彦彦、コ二ニニギノ大山積神の両神を愛とのに祀るとする伝えも、ある。上岸六年に始まった、富士山の噴火鎮祭のため、上岸七年に浅間神を放祭したのが、始まりという。 日本三大実録によると、上岸六年に富士山の上岸大噴火が始まって大被害が発生し、噴火により八代軍の元スカイトの海が埋没したという。そして、これが鶴ヶ国浅間名神の祭祀大蛮とされ、カイノ国でも浅間神を祭祀するべきこととなった。翌上岸七年、カイノ国八代軍家の南に、 浅間明神の祠が祀られ感謝に列したと記す。また、平安時代中期の縁起式神明朝には、明神大社として、カイノ国八代軍浅間神社の記載がある。これらの記載に対して、江戸時代の大日本史やカイノ国史などにより、古くから当社がその論者として論じられてきた。その中で、当地は現在鶴軍であるが、当時は、 八代郡に属したと論じられている。特に加工浅間神社前の西川遺跡では、牧書土器及び、生縁土器が検出されており、八代郡の中心的施設が存在した可能性が指摘される。ただし、もう一つの有力な論者として、笛吹市の浅間神社もある。当社を中心とする地域は、富士東廃の大衆化とともにご支集落として発展した。しかし、 江戸時代になると、富士港の流行や吉田しの発展により、徐々に衰退していき、19世紀には衰退の一途をたどった。近代社格制度では、明治4年に豪社に弟子、大正13年に県社に昇格した。戦後の1949年4月25日には、民族学者の柳田邦夫が訪問する。柳田は、当時、 三宮と里宮の関係を研究しており、川口湖町出身の中村聖子に案内され当社の三宮孫美祭を見物した。2020年2月23日、井上文太が富士山を描いた絵を奉納した。社殿、編集本殿と拝殿拝殿正面現在の本殿は、慶長11年の消失により、翌慶長12年に、両種の鳥居聖月が再建したものという。 一見者流れ作りで、東派付けの後輩を備える。昭和40年に解体修理が施された。富士口古町指定有形文化財に指定されている。また、廃殿前には、美霊石と呼ばれる石祠が建てられている。これは、日本三大実録に言う、浅間明神を初めて祀った古代祭祀の石格と伝わる。天然記念物、編集者伝集編には、 七本杉と呼ばれる七本の杉の神木が生育する。これらはいずれも樹齢千二百年を数え、山梨県指定天然記念物に指定されている。七本杉には、それぞれ五字、三社都市鶴、新面、父母、天井の名が付けられている。また、山道の杉並木のほか土地の木、もみの木は、それぞれ藤川口古町指定天然記念物に、 指定されている。母の白滝と母の白滝神社本社から三つ峠に至るまでの間には母の白滝と称される滝がある。川口地区にて宿泊した同社がみそぎを行った場所であり、加工浅間神社の社有地である。滝のそばには母の白滝神社が鎮座する。経内社境会社所在地交通アクセス。ありがとうございます。